なんちゃらにするとか言ってましたけど、要するにこいつっていうのは、X プライムって書いちゃいますが、こいつっていうのは、X プライムなわけですね。で、横に書いてある、だからここはなんか、このなんかすごく、なんかシンタックス同士を、X のところ、シンタックス同士を比べているようですごく気持ち悪いんですが、このイコールというのは、このイコールというのはなんか気分がいい加減に書いてあるだけなんですが、言いたかった気分を厳密に書くと、これを満たす X プライムということになるわけです。だからなんか振る舞いの性質について、境界か明日何かをするっていうのと、もともと今日から何かをするっていうのが一致するような性質を。で、このなんか様相見る計算では、そういうのの取り方を2つ用意してて、一番大きいのと一番小さいのを取れるようになっている。で、最後の2行ですが、平ならばっていうのは、平ならばっていうのは、なんか登場するローと P が出てくる、登場するこう P と P みたいなやつっていうのは、必ずどっかでニューか N によって束縛されているということです。必ずこう P とか P が出てきたら裸で出てきてることはなくて、外側で必ずミューなりニューなりがいて受け止めている。いうのが平と言っているんです。で、その場合にはまあなんかこの右下についているローとかいうのはまあ関係なくなるので、関係ないっていうのは何でかっていう と、登場するのはここだけなわけですが、なんか必ずミューとかニューが出てきてからその内側に出てくるの で、ミューとかニューとかが出てきたところで、そのミューとかニュー、ミュー P とかニュー P とか出てきたところで P の意味っていうのはまあここら辺でこう決まっちゃうので関係なくなる。で、この右下が関係なくなるので、あとはここにはローは書くべきでした、すみません。で、依存しないときにはこう落として書くというわけです。で、また構文に戻るんですが、構文に戻ってみたいのはここで、プレイヤーのアクションと予測について記述したいのです。で、あ、そうか、ちょっともう今のですっかり忘れてしまったような気がするので、プレイヤーの状態っていうのは、なんかアルファっていうのとベータっていう写像があって、なんか状態が決まると、アルファは取り得るアクションを取るし、ベータっていうのはなんか、その状態から想像し得る状態の集合が変えるということになっているのでした。そこでちょっと、はい、ほとんどどうでもいいことが起きて、はい、最後の行って、プレイヤーの状態とはって言って3つ組になってるんですけど、はい、一番左側のラージ X はそれでいるんですか？ラージ X を落として困るかというと、まあ、困らない。要するにアルファとかベータの行き先だけ分かってれば済むので困らないです。ここに書いてあるのはそういうような X。っていうのをこれから求めていこうってことですか？いや、違います。
これは X はフィックスしてる。何か分かんないけどフィックスした収容量。はい、何か分からないけれどもという意味です、うん。じゃあコードメインのはずって書いてあるけど、はい。一行目に。はいはい。そういうドメインはあると。あると。うん、あると。例えば空集合。X を落とす落とさないという話があったんですが、まあ、なんかついている方がここで嬉しいんですね。文字はなぜか落としていると。なんかプレイヤー状態という言葉、うん、さっきの三つ組の気持ち悪さ、確かに気持ち悪かったと思います。で、まあ、ここに書いている具材はさっきの記号をそのまま募集してアルファとベータの組だというわけですね。で、うっかりしているな。なんかこのアルファの後ろに具材が書いてあるのは従って意味がないです。消してください。すいません。で、なんかこれでなんか文字で A って書いたら A っていうアクションを書いたらなんかアルファの行き先がそうか、アルファの行き先が A を含むような A をやるかもしれない、うん、そのプレイヤーの種類で Not A って書いていうのを書いておいたらその A っていうので、まあアルファの行き先に A が含まれていないようなプレイヤー状態の集合が入っています。でさっきのなんか P バーというか P の扱いは同じであった、まあ、これは後で。てか、後ろの方を見ないと意味がないわけですね。でトップとかボトムとかは、トップはこういつでも OK というわけなので、プレイヤー全部、トリュードとかで全部なんです。で、ボトムというのは、まあ、全体嘘で優しいので、空襲を誰も満たさない。うん、で、オアというのは、まあ、なんか、今、トリュール状態にの部分集合を考えているので、まあ、ユニオンを取る。アンドというのは、インターセクションを取る。で、ボックスというのは、ボックスというのは何かというと、さっきはですね、行き先が、さっきの返す返さないの話では初日分を無視すれば済んだんですが、今回は行き先がベータで決まってて、で行き先が一つとは限らないんですが、とにかく行き先全部が負債を満たすようなプレイヤーになっていれば良いと。ダイヤモンドの方はこう行き先の中には負債を満たすようなやつがいるかもしれないと。あ、いるとすいません、いるかもしれないじゃなくているです。ベータの行き先の中に負債を満たすようなやつが混ざっていると。でニューとミューはやっぱり同じで、なんかさっきみたいな方程式